三輪の清宗は、フリーのゲームデザイナー、ライター、オカルト研究交渉家。戦国時代微中国の武将三村元藩の一子、元丸の子孫。シーランド広告男爵。主に、テーブルトーク RPG 関係の記事の執筆と、レンタルマギカの魔術交渉で知られる。2004年に、異界戦記、カオスフレアで、第5回ゲームフィールド大賞。 trpg 部門を準入選したことをきっかけに、プロデビュー。ゲームルールのシステムデザインのほか、システムデザインだけでなくワールド設定や、小説の執筆もこなす。オカルト、特に西洋魔術に対する知識が豊富である。フェイト、ステイナイト、レイルタヌアのゲール語交渉や、フェイト、エクストラのサーバント交渉、アニメ版、レンタルマギカの魔術交渉を担当。 アニメ版、東京レイブンズの呪術交渉も担当している。常に黒いインバネスコートに、ステッキという印象的な出で立ちで、公の場に現れることでも知られ、夏の早朝駅前にたむろしていた不良が霧の中から、現れた彼の姿を見て怯えたという逸話も存在する。レンタルマギカのテレビ CM に登場する、黒子の男性も三輪である。また同アニメの次回予告後にある。 魔術交渉の解説には、三輪先生なるキャラクターが登場し、確認を求められて、リアクションを返すという役どころになっている。ゲーム、毎日一緒の、トロステーション第481回、第788回、第1013回、週刊トロステーション第14号では、トロやクロたちに、風習やおまじない、豆知識を教える役として登場。やはり上記のいでたちであった。 同じく TRPG 業界で活躍するゲームライターの小田中京とはアマチュア時代からの相棒同士である。風の聖痕 RPG では初のリプレイを発表したほか、いくつかのリプレイにプレイヤーとして参加しており、A の魔法人リプレイブックでは TRPG 界の SR-71 ブラックバードとプレイを評価されている。二千十二年に発表された 三田誠による RPF レッドドラゴンではシステムデザインとフィクションマスターの補佐を担当している。官主の位を持っており、スタジオをお払いするという。また、現在休止中の自身のブログにおいて、三村元藩の一子元丸の子孫であると明言している。小説鋼鉄上のカバネリゲ、マックガーデンノベルズ。2019年8月30日閲覧。 空の境界作者なすキノコ、レンタルマーギーカ作者、三鷹こと最初に発表された際に、プレイヤーは非公開であったが、後にバニティエンジルに再掲載された時に、後書きにて言及された、ロードエルメロイ通夜の事件簿、三鷹こと六冠後書きより、ありがとうございます。